持ってるけど、お散歩でございます。今日は柵なしで見張りながら。どうね、これ見て、これ、これ発酵米なんだけど、発酵米じゃねえ、大箱か。これは、あ、うわ、これでこんなでかいんだけど、こんなでかいんだけど、わかるかな、わかるかな、こんなでかいんだけど、あとね、この辺に豚穴とかね、クローバーこの辺にいっぱい入ってるし、あとは、あ、これかな、これあれですよね、ちょっと危ない？食べてないけど。これをちょっとよくわかんないんだよね。まあ、一応だから3種類は自分で試したから3種類は取ってあげてるけど、うん、そして近所の人に聞かれるから変だと思われるから小声ですけどね。あとこれは何だ、白い花咲いてる、これとか入ってますけどね。夏なのになんでこんな枯葉多いのかな、わけわかんないけど、まあ、こんなとこで散歩させてますよ。飯をね、あんま食わないんだよ。まだその悩みは解消されていません。ちょうど1ヶ月経ったけど、1ヶ月前、約3週間前から20グラムぐらい減ってますね、体重が。めちゃくちゃ歩き回ってんだけどね。めちゃくちゃ歩き回って、チンゲン菜とかトマトとかちょろっと食べるけど、いや、なんせ運動量と体の大きさに合ってない食べる量が、どうしたんでしょうか、わかんない。まあ、根気よくあげますけど、はい。あっちの方、下が穴開いてるからやばい、ちゃんと見とかないと、あそこに逃げられたら終わりだ気をつけよう、一回脱走されてるからね。